はい、皆さんごきげんよう、宮原です。本日ですね、こちら、サビのついてしまった出刃包丁のサビ取り、やっていきたいと思います。こちらですね、引っ越しでですね、梱包が甘くて、思いっきり錆びてしまったわけですね。なので、まあ、これをちょっと紙やすりとかで、こういったものでね、削って、まあ、最後はね、砥石で研いで、ピカピカになるかどうか、やってみたいと思います。では、よろしくお願いいたします。はい、紙ヤスリで比較的ですね、こういった形で錆を落とせたのかなというところですね。ちょっとこの辺気になるんで詰めていきましょうね。あとこの下のところですね、こちらも磨いていきたいと思います。はい、はい、ということですね。まあ、一通り錆が落ちたかなというところですね。最後、じゃあ軽く研ぎ直しておしまいにしましょう。
はい、というわけでしたね。まあこういった形で、まあ素人ながらですね、まあ一通りサビは軽く落としたんじゃないかなと思います。まあこんな風にね、赤黒くなる前にね、まず洗ってきちんと水気を切ると。特に和包丁はね、錆びやすいのでってことをね、今回痛感しましたんで、今後はね、気をつけて使っていきたいなと思います。はい、というわけでございました。最後までご視聴ありがとうございました。